Yes. Brandon, but you have the problem things with the Japanese papers. I think it's a lot of challenge to only be able to speak Japanese language and living in Japan without knowing outside of the country. Because there's only 1.5% of people in the world speak Japanese. So that pretty much means you can only have less than 10% of possibility in your life. OK、so、英検4級であんまりよく分からなかったので日本語でもう一回言ってもらっていいですか。日本にだけ住んでて日本語だけ喋ってると、まあ、世界の 98.5% の人たちは日本語喋らないわけだからそういう人たちと触れる機会もないので、まあ、人生の可能性非常に少なくなるな、それ危険だなと思うんですよ。で、So what? So what? いや、日本国内だけで住んでてそれ心地いいと思ってていいかもしれないけど、物価どれぐらい続く、そのいい感じで暮らせるの。あと10年ぐらいは多分大丈夫だけど。じゃあ、あと10年後以降はどうなる。多分世界で一番物価安い国の一つになるので、 I think so。 なんとかな、バーチャル奴隷みたいなグローバル的に言うと一番その奴隷階級の国民は日本人国民になりそうですよ。なぜかというと老人ばっかりだからね。老人ばっかり でコストは上がる、国家運営コストは上がるけど収入もどんどん下がってくるってことはもう本当になったかな、戦後太陽戦争の直後よりももっと生活しにくい状況。それ言い過ぎじゃない。いやでもね、冷静に考えたらそうなるんじゃないかな。いやだったらあれは上がれたじゃないですか。そうそう上がれた。そうだったらブランドね、今あの僕たちみたいなね60を前にしてる人たちは何をすればいい。あー難しい。英語勉強した方がいい。海外に住んだりと海外に住んだり、本当になんで海外に住まないんだろう。俺海外にばっかりいるんだけど。怖いんだと思うんですよね。言語と食べ物が、だって言語なんてさ、中1から英語をやってね、大学を出るまで10年近く英語やってね、聞けない、聞けない、喋れないと思ってるだけで意外とできんだよ。できるやってみたら。でもね、なんかね、完璧を求めすぎ。完璧なんて、なんかあのアメリカでこういうなんか言い方あるんですよ。完璧な英語など存在しない。ああ、英語でなんて言うの？ There is no such thing as perfect English。There's no such thing as perfect English、yeah. 言い方あるんですけど、そもそもアメリカ人が喋ってる英語は、英語ってイギリス英国の言語だから英語でしょ。もうアメリカで英語喋ってる時点で間違った英語だから、完璧な英語喋れるやつはアメリカにいないっていう、そうか、やり方をしてますよ。なるほど。そうね。で、もっと言うと、じゃあどんな英語が一番正しい英語かって考えたときに、まあ、発祥イギリスじゃないですか。そう。でも一番多くの英語を喋ってる人種ってインド人なんですよ。そう。人口比率。アメリカ人とか言っても3億しかいないからね。で、下手したらインド英語が一番、ね、そう。でもね、次どこか知ってる？ナイジェリアです。ナイジェリア。2020年にはナイジェリアがトップ。英語人口インドの次。インドの次。これ面白い。そしたらインドなまりとかナイジェリアなまりの英語の方が、そうネイティブでも本当にイギリスとアメリカで言うと、今なんかアメリカ英語がネイティブってイメージだけど、そうそう、昔は違ったの。違うリフトリフト、ワンボックスボックス、 What do you mean ボックス？ノッダーボックス。
オーストラリア行くと未だにそうだよね。ね。それ考えると別に正しい英語を喋る必要ないっていうか、ないない。正しい英語が存在してないんだ。なのになぜ日本人はネイティブにこだわるの？いやあれは僕日本の高校行ってましたけど、採点がさすごい厳しいじゃないですか。僕英語の成績全然良くなかったんですよ。そうなの。なぜ？正しい文法とか知らないから。でも英語喋れる。喋れるんだけど。いわゆる日本の教科書とか日本のテストで点数取れるような英語じゃないんですよ。三人称単数 S とかダメ、まあ、それは大丈夫だけど発音記号とかさ、ああ穴埋めとかあるじゃん。いらないじゃんそんな発音できるんだから。発音記号アメリカ人見たことないの？見たことない。そりゃそうだよね。でも日本のテスト最初出てくるんだよ。ああいらない気なのにね。その口のあえいおのこのいらないよね。いらないし、ね、それテストされても困るよね。あと穴埋めがあるじゃない。僕中学生の時に覚えてんだけど、なんかなんだっけな、その Do you like みたいな質問があって、うんうん、例えばなんか Do you like orange juice みたいな書いてあって、うん、でその後に Yes、うん、Yes I 四角だったの、うんうん、何を入れるの。僕 Yes I like オレンジジュースって入れたら罰だったんですよ。なんで Yes I do じゃないかなっていう模範解答があるから点数が取れないんですよ僕は。そうなると間違えることにみんなもう恐怖心が、あそっか、罰がつく。そっか日本のなんか学校教育って罰がつくことダメだから、だから洗脳されちゃって英語喋るときに間違ったことがある。そうか。だから一番悪いのは答えがワンワードだから。そう、そっか。言語において答えが一つのことなんだ。ない自分が何言いたいかだけだから。本当ブライアン、ブランドン、ブライアンちゃんね。ブランドンいいこと言うね。なんか酔っ払っちゃったごめんね。これ YouTube 上げて大丈夫なわけ。オンラインサロンやろう。セット。はい、B トラックスのブランドンとシェイク。あの日本のホールなんだとジョインしました。しました。あら。